どうも皆さんこんばんは、ゆりかけです。今回も弾丸論破やっていきたいなと思います。前回なんかギリギリさんがにどうやら呼び出されたらしいんですけど、なんかあったのかな。ないの？何がない？さっき確認しに来てそこで気がついたの。アルタヨゴの、うわあ、何、黒幕？黒幕が隠したりしたのかな。ノートパソコンがなくなっていた。え、そんな、嘘でしょ。彼女がいなくなっちゃったってこと？ざけんな、兄弟はどこにやった、やれ黒幕でしょうだよ。まあそうだよね、気づかれば、気づかれんな、まあ気づかれちゃうよね。違うの、あれ、太鼓に見知らぬ人間が入ってきたら叫ぶ子はあるように言っておいた。黒幕の試合だとしたら叫ぶ子があったはずよ。それは聞き逃したのか。だけど私は一日中隣のランドリーにいたわ。悲鳴があって聞き逃すわけない。でも黒幕のせいじゃないって言うと謎は全て解けた。犯人はあんたしかいない。しまる清高殿、君が彼女を連れ去った犯人だろう。お前もだよ。それはその容疑者、容疑がかかってんのはお前も同じなんだよ。ああ、俺は彫刻を言う雰囲気んだ。言うとおりなんだぞ。犯人なわけねえだろ。すっごい俺様判定なんだけど、そういうてめえの方が正しいな。死亡分 100% って面しやがるし。何を言うか、これは僕の真価の姿でない。僕はあと3回も変身を残しているのだ。でもどうせ3回も変身残す前に、見せる前に死んじゃうんだから。多分そういうキャラの立ち方やめせて、やめてよそういうの。っていうか僕じゃない、お前が犯人に決まってるんだ。違う、てめえだ。つうか、早くとか白状すんべ、どっちが犯人なんだろう。違うの、いえ、その犯人2人が犯人という可能性も考えられないよね。え、なんでだね。それは事前にアルタヨゴに言っておいたの。石丸くんや山田くんがもう確定で2人犯人、確定でもう2人は絶対に絶叫す、指名なら見知らぬ誰か判定なんだね、もうなに、アルタヨゴもチラシも危険があったから、その対応のためにね。だけど叫ぶが抗がらなかった、つまりその二人の仕業とは考えられない。けどよ、じゃあ誰か。そういうことか。大体事情が分かってきたな。黒幕でも石丸でも山田でもないとね。その他の人間の仕業に決まっている。面白い。俺、苗木、セレス、大神、朝比奈、深川、その誰かが犯人なんだ。ひどいよ。私たちがエルタイゴを盗むわけないじゃん。そんなことする理由ないし。ではこういう可能性はどうだ。裏切り者がいる。いや、でもさ、ちょっとさ、あのこれチャプター3かな、入った最初にね、多分ね、なんかね、なんかモノクマとなんか誰かの会話があったんだよ。16人目の高校生がいるみたいな。でそれもしかしてその16人目の高校生が裏切り者なんじゃないかってちょっと俺は勝手に想像しちゃってるんだけど、もしかしてその説があるかもしれない。え、この中に黒幕側の人間、つまりは黒幕の内通者がいて、そいつがアルターエゴを奪った。そうは考えられないか。そんな前から考えていたんだ。俺たちの中には内通者がいるんじゃないかと。このゲームをスムーズに進めるために黒幕から送り込まれた内通者が裏切者？黒幕の内通者？そんなことあるわけないよ。そんな恐ろしいことあっちゃいけないんだ。なんだ、なぜ黙る。その程度の可能性に気づいていなかったのか。なんでもいい、よくねえよ。なんでもいいよ、誰でもいいから助けてやって、彼女を助けてやってよ。頼むから、頼むから、元気な彼女を僕の元に返してやってよ。お前の元に返したら、アルタエゴの安否がもさらに危うくなるわ。そうか、だ、お前もね、だと、兄弟を殺せば気が済むんだ。いや、殺したとは限らないで、そもそも、機械に壊すとか、殺すとかあるか。頭ならいくらでも下げてやるか。兄弟を無事に俺に貸して言ってくれ。なんか間違ってる気がするけど、二人の気持ちはわかるよ。少なくともアルターエゴが殺されている可能性は今のところ低いはず。そうですわね。壊すことが目的ならわざわざ持ち去らないでこの場で壊しているはずだわ。なるほど。つまり犯人には別の目的があったということだな。別の理由か。だもん関係ねえ。だもん関も全部関係ねえ。兄弟は絶対に俺が取り返す。
こいつは俺、男の約束だ。僕が彼女を救ってみせる。男の約束なのか愛の力でも、どっちでもいいよもう。あ、夜時間だ。どっちでもいいわこの際。ほな、ただいまより間もなく食ではでは、いい夢を。夜時間、もう夜時間か。仕方がありません、ね、残念ですが、捜索は明日からにして今日のところ休むとしましょう。そんなのんきなこと言ってられないでしょう。ですが疲れた体で浮かむ気があるように昼間に捜索した方が効率的ですわよ。合理つか、そんなこと言ってんじゃねえ、気持ちの問題だ。落ち着いて。でも夜中に目立った行動をしていると黒幕に感づかれてしまう可能性が高いわ。私も明日の朝から捜査に賛成よ。ナイ君、あなたはどう。僕もキリギリさんの意見に賛成だよ。まあそうだよね、普通に考えて夜に捜索するのはよく危ないもんね。焦って行動して黒幕に感づかれたら元も子もないんだし。石丸君、山田君、気持ちはわかるけどさ、今晩は我慢しといた方がいいよ。グングングいいですわね。では今日のところは解散にしましょう。あなた最後の捜索は明日の朝から開始するということで。ついでに誰かが車の内通者なのか陰で真剣に考えておくといいぞ。いやでも確かに突然聞いたアルタイゴ、僕らはようやく手に入れた希望、でもそれは何者かによってあっさり奪い取られていった。希望を与えておいてズボンに叩き込む、これじゃまるで黒幕のやり方と一緒だ。じゃあやっぱりアルタイゴを盗んだのって黒幕、その内通者、もしそうだったとしたら。いや違う、そんなはずない。いやでもね、いやでもあーでも黒幕の内通者がいるっていうのはちょっと考えとかないと、考えとかないといけないよね。僕は思わず声を張り上げてきた。内通者がいるかどうかが問題なんじゃない。本当に怖いのは僕らがお互いを疑い出す状況。あーでもそうだよね、そうだね。こういう時こそね、冷静にでいることがまあ大事っていうのも、こういう時こそまあ冷静でいるのが大事っていうのは大事だよね。大事なことだから2回言った。それこそが一番怖いんだ。クソ。頭の中の嫌な考えを振り払うように僕はベッドへと倒れ込んだ。もう、忘れちゃって、とりあえず明日からね。今は深いこと考えずに寝ちゃった方がいいよ。またかい。マクマ劇場。殺人というのは時代や場所、社会の中で評価が変わっていくものです。人殺しが異常の証拠なら過去の英雄たちはみんな狂っていることになってしまいます。裁かれる殺人より裁かれない殺人の方がよっぽど異常な場合だってあるのですよ。なんかちょっと深いな、それは。まあ確かにモノクマはなんかたまによくわからんこと言うけど、こうさっきの言葉だけはちょっと的を得ているような気がする。お前らさて、よし、朝だ。今日はアルタイエゴを探す日だ。よし、まずは食堂に急ごう。 Go。 いつも以上に気合いの入っていた僕は足早に食堂へと向かった。だけどそこで僕を待っていたのは、あれ、これだけか。他の連中はどうした、来ないね。食堂にいたのは大神さんと朝日田さん、キリギリさんの3人だけ。つまり僕を含めてたった4人だけ。もうこれだから時間にルーズな連中は困るんだよ。それとも他の連中が集まればもう少し待つしかない。そして僕らは待つことにした。他のみんながやってくるのだけど、いつまでたってもねえ、もう8時だよ。集合時間から1時間も経ってるのに、なぜ誰も来ない。だって葉隠れとセレッチャーなんて今まで一応休んだことなかったのに。それにもっと気になるのは山田君と石田君だよ。あんなに捜査をやる気だった2人が揃ってきてないなんて。まさか何かあったのね。え、どうやら浮かったわ。アルタイゴに気を取られすぎてた。ああそうだった、確かにアルタイゴの件で終わってんじゃねえんだ。その動機の件もあったんだ。でもあれで
達人やることあるか。それで何事もなんか俺なんてそんなはずない。物語提示した時って100億円でしょ。100億円、もし卒業生が出た場合のプレゼントにします。どう？100億円だよ、100億円。でももう、うはうはでしょ。いやでもみんななんか必要ないとは言ってたしね。いやでも、いやでもそれあれでも、なとがみくんの言ったらもう人のことをもの、もの、人をね、もう自分の尺度で考えない方がいいよね。もしかしたら裏ではお金が欲しいと思ってる人もいるかもしれないからね。まさかお金なかったのに、と言いかけた言葉を飲み込んだ。僕はもう分かっているやつだ。嫌ってほど分かっているやつだ。他人のことを完全に理解するなんてできっこない。だからここでは何が起きても不思議じゃないね。探しに行った方がいいよね。来ていないみんなを、うん、そうだね、ちょっと様子を見に行こうか。僕らはすぐに食堂を飛び出していたね。手分けして探した方が良さずね。大神さんは寄宿舎を願い、みんなの個室を回ってみて、それと内木君は学校の1階を探して、私は学校の2階を探すから。よし、じゃあ私は学校の3階だね。とにかく無理しないでね。何かあったらすぐに誰か呼ぶなよ。はい、何もないといいんだけど、僕も同感だよ。では行くとしよう。不安げな表情を浮かべた一度はその場から去っていった。そして僕も任された学校の1階と急いだ。とにかく1階調べて回ることにしよう。こっちは違うわね。ここか、広いな。教室誰かいる？いないね。これ一つ一つ回っていくのが結構骨が折れるな。いないね。おお、朝比奈さんかな。え、今の声朝比奈さんの。彼女がそうしてるんで、確か3階だったよな。考えるより早く僕は階段に向かって走り出していた。3階まで一気に駆け上がる、階段を駆け上がると、すぐに廊下で立ち往生している彼女の姿が見えない。お願い、ナイキ、アサニサさんどうしたの。え、まさか。このゴラフスキーの中に入って中を覗いたら、中にゴラフスキーの中。みんなのこと呼んできた方がいいよね。私みんな集めてくるから、ナイキは先に行ってて。彼女は慌てて階段を駆け下りていった。ゴラフスキーで何があるんだよ。僕は仲間、条件反射のようにゴラフスキー、うえ、いえ、何。グラフィのドアを開けて僕の目に真っ先に飛び込んできたのは、あれ、気づいたセレスさんの姿だった。うわー、でもよかったー。なんかうわーって言ってたけど、よかった。でもし、まだし殺害はされてなかった。それだけで考えたら本当によかったよ。気づいたセレスさんの姿だった。何、どうしたの。ナイキ君、セレさん、どうしたの。部活でした、恐れてしまいました。え、恐れた、誰に。妙な不審者でしたわ。妙な不審者、存在自体が妙である。不審者にさらに妙なといういや、妙だ、さ、妙なんだ、いや、妙な妙である不審者何それ。まさに妙な不審者でした。私はそんな妙な不審者に襲われたんです。そこに落ちてるハンマーで。ハンマー、あ、これってあった、木槌みたいだけど役に変わったデザインだな。先端の塊の部分に何か文字が、ジャスティスハンマー1号。そのハンマーで襲われたのです。間一髪のところで避けたのですが、すっさに転んでしまって、日頃の運動不足がたたりましたね。このハンマーで襲われた、それにともジャスティスハンマー1号って。ナイキ、セレスちゃん、よーし、セレスちゃん連れてきたよ。おー、心強いセレス、一体どうしたというのだ。信者に襲われたらしいんだけど。信者だと。センスよ、詳しく教えろ、その不審者とやらのこと。季節のことでした。私は4時間が明ける7時前に目が覚めてしまいました。もうすぐ4時間も明けることですし、少しくらいいいだろうと甘い考えて学校の一階をぶらぶら散歩していたんで、それが間違いでした。そこで私は不審者を見かけたのです。顔を隠し、
だが見るからに怪しい不審者でしたが、見るからに怪しいので私はこっそり後をつけることにしたんです。すると不審者がこの娯楽室に入ったので、こっそりドアの隙間から中を覗こうとして、そこで不審者に見つかってしまい恐れてしまいました。なんなんだろうな、なんかちょっと疑わしいんだよな。なんかそんな、なんか本当にポンポンとことが進むかな。でお主が襲われたのは、私が襲われたのは夜時間が明けた直後、朝の7時過ぎでしたが、襲われたのが7時過ぎってことは今から1時間ほど前だな。我らが食堂に集まった頃か。私は襲われた際に気を失ってしまいました。そこから今まで1時間ほど気を失っていたようです。でも軽症で済んでよかったよ。全力で命乞いしましたから。命乞い、本当に何でもしないですから。いや命だけ助けてください。殴られるところ全部流すから助けてください。もうもはや無茶苦茶な。そうか、見事なプライドの捨てようだ。ええ、これも生き抜くためのすべてですわ。そんなことよりすぐに不審者を探しましょう。急がないと大変なことになりかねません。え、先生、大変なことってどういう意味？私が娯楽室を覗いた時、そこには不審者の猛火にもう一人いたんです。山田、じゃあ山田くん危ないんじゃないの？山田くん、しかもその不審者は私を襲った後、山田くんを連れ立って行ったのだったのです。さらわれたということか、ね、急いで探した方が良くない？ねえセレスちゃん、その不審者って何か特徴があった？特徴、それは口で説明するより、見て、どういうこと？例のデジカメですわ。もしかして実はこっそり不審者の姿を撮影しておきました。本当に見せて、驚かないくださいといったところで難しいかもしれないですが、そんな妙な真逆の後見せられたデジカメの画面にはなにこれええー確かに顔を隠した不審者ではあるけど、妙すぎるだろ。ロボコスプレ、まさか妙な不審者でしょ。妙すぎるわ。この変なロボに山田くんは連れ去られちゃったの。しかもその画像を撮ったの私が襲われた時、つまり1時間も前なんです。ですから急がないと大変なことになってしまいました。事情分かった、いや分からんけど、俺はちょっとそれは大神さんに俺も賛成するかな。ちょっと同調しちゃうかもしれん。とにかくその画像の不審者が生田を連れ立って行ったんだな。しかも1時間も前に。やばいよ、急がないと。セレスさん、不審者はどこに行ったか分かる？娯楽室を出て左正面に進んで行ったんで。なるほど、左正面となると2階に降りる階段だな。じゃあ不審者は2階に、うん、2階ってキリギリさんが探索したはずだったよね。あれ、そういえばキリギリさんは、ね、ごめん、私もまだ2階の方は見てないよ。まずいな。まずいな。犯人が2階にいるなら鉢合わせになっていてもおかしくはない。急ごう、キリギリスなんか危険だよ。言われよね、僕らはガラクチを飛び出し、そのまま2階へと駆けるようと言った。おい、お前ら。なんだ。どうした？何の騒ぎだ？あーらら。おいおいおい、何して遊んでんの？何言ってんの？どう見たら遊んでんだよ。そんなことより、キリギリさんか山田君を見かけなかった？なわけない。見てない。この階にいるのか。だが俺たちも今来たばかりでな、騒ぎが聞こえたんだよ。駆けつけてきたんだよ。一緒にね。黙れ。お前がストーキングしている。もう一周待って、お前ら仲良すぎじゃねえか。もうとにかく一緒に二人を探してほしいんだ。なんだ、何があった、うん、今は一刻ある。そう、説明は後だ。まあいいだろう。何やら面白いことになっているようだしな。山田、キリギリちゃん聞こえたら返事して。だけどその声は虚しく廊下に響くだけ。む、あら、何か聞こえましたか？うん、うっすらと。だがもしおそらく図書室の方だ。図書室だね。急ごう。僕らは一目散に図書室へと走った。図書室のドアを開けると、おお、大丈夫か？痛いよ。そこには気づいた山くんの姿があった。大丈夫、ね、でも生きてたんだ。よかった。よくないですよ、見てください、この血を。なんだ、その傷はどうしたんだ？やられました、あいつに。あいつって
ジャスティスロボです。今しがた僕が目打ち目しました。なんと何を言っている、なんどういうこと。あいつはジャスティスロボです。あなたが言うジャスティスロボとはこれのことですよね。なんだこのとんでも物体は。いやそうなるよね。これがセレスさんと矢田くんを襲った犯人。そうだよね山田くん。間違いありません。こいつです。ジャスティスロボです。まさかジャスティスロボだと。何やり妙なことに。いや妙、この学園で一番妙に妙な出来事に襲われてるよこれ。まさか。あ、で下にハンマーが置いてある。ガラクティでセレスさんを襲った時と同じような傷だ。しかもこの傷、ジャスティスハンマー2号。しかもガラクティにあったよりものより一回り大きくなってる。そのハンマーで襲われたんです。頭をゴチンと。それはこんなんで殴れてよく平気だったね。平気じゃないですよ、血が出てますから。まあ平気ではないな。おい、傷にはプロテインが効くそう。なんかそんな話と聞いたことないけど。そんな話は聞いたことないですわ。あなただけじゃありません。あはははは。出たー。プープー正義のロボだってなんだか楽しそうだって感じになってるじゃん。どんな必殺技を使うんだろう。飛べるのかな。予約束の硬いとかどうなんだろう。にょほほー。なんだったんだこいつ。あいつは何しに行ったんだ。よろしいですか。もうこんなことは放っておきましょう。うん、それが確かに一番今はいいかもしれない。それより岩田君を一家の保健室に連れて行きませんと。どう見ても手当してあげた方が安いでしょうし。うん、そうだね。じゃあ行こっか。うーかたじけない。僕らは傷ついた岩田君を手当てするため一階の保健室へと移動した。ねえ山田大丈夫、私が手当てしようと。大丈夫です、もう血も止まりました。にしても綺麗っす。にしても綺麗だな。ふん。少し頭がぼーっとはしてますか。思ったけど普通は頭に包帯とか巻いた方がよくねえか。それでは山田君はしばらくの間ここで休んでた方がいいかもしれませんね。そう、そうですな。では我らを不審者の捜索に戻ると。そうですね、次の犠牲者が出る前にですわね。犯人が使っているジャスティスマンハンマー1号、2号と順次に大きくなってしまいました。つまり次があるとしたらさらに大きくなった3号のハンマーということだか。 あれ以上大きいのって殴られたら絶対に死んじゃうって。なあ山田よ、何か手がかりを言え。僕は早朝に目が覚めたらね、先に彼女のアルターエゴの捜索を始めてて、そこで向かった第3階の娯楽室で急に不審者に襲われたんです、うん、それは私の目撃した朝7時頃の話ですわね。その後都市人に連れて行かれて、そこでゴチーンと。それが今から30分か40分くらい前のでしょうか、うん、7時半。私たちはまだ食堂にいる時間だね。つまり僕と浅野さんと大神さん、そこにそれにキリリさんは一緒だった時間帯。これってアリバイがあるってことだよな。俺はラインドリーで洗濯中だったな。漆黒の闇を思わせる黒い下着はね。なんだ、なぜ知っている。怖っ。決めてるじゃありませんか。覗いたからです。とにかくその時間帯は戸上君と深川さんも一緒だったってことか。つまりこの二人にはアリバイがある。つまりセレスさんや山田君が襲われた時にアリバイがないのってまだ姿を見せていないハガクル君と石丸君の二人だけ。妙だな。ところでキリギリはどうしたんだ。あいつの姿がないようだが。そういえば味方を探索してるはずだったのに、さっきも見かけてなかったよね、うん、どこに消えたというのだ、うん、そうか消えてしまったのか。まったくあいつは妙な女だ。そういうことか。やはり俺が考えてる通りあいつがそうなのかもしれない。ちょっと待ってよセレッサ。山田君が襲われた時キリギリさんは僕らと一緒に食堂にいたんだから。だから新社の正体のことを知ってるんじゃない。えつまりだ俺が言ってるのは昨日話題になったら黒幕の内通者のことだ。キリギリさん、黒幕の内通者ってこと。そんなはずないよ。なんだそんなはずない。いまだに自分の素性を明かそうとせず人を恐れるところが平気で触れるようなやつだぞ。おい待て、その議論は後で。今不審者の行方を追うのが先だ。よーし、あそうだよ、早くしないと犠牲者が増えちゃうって。キリギリちゃんとか石丸くんとか歯隠れがいないのもあの不審者のせいかもしれないんだし。そうだね、まずは不審者を何とかしないと。
僕のことは思うお構いなく、しばらく休んでから合流しますので。わかりました、お大事に。では行くぞ。それにしてもあの新車ってなんであんな変な格好してんだろう。不毛だな。変態にモラルなどを求めるなど、確かに変態にモラルを求めちゃいけないわ。どうしよう、いやどうすんなーと浮気してたすの。相手は危険人物だ。何をしてくるかわからん。ここはなんだ、どうした影です。いやマジか。追いかけた方がいいんじゃないの。影です。あの階段の上で影が動きました。本当2階だな。己もう逃がさんぞ。僕らはすぐさま影弾を駆け上がった。この付近にやられたやつを手分けして追い詰めましょう。だが無理はするなよ。何か見つかったらすぐに乳酸菌で我を呼べ。ですがなんて叫べばいいんでしょう。何でもいいよそんなの。ではキャーでよろしいでしょうか。キャーでもドヒャーでも何でもいいから。ドヒャードヒャーって叫び声聞かねえぞあんま。ドヒャーですって。そんなリアクションは聞いたことありませんわ。まあもういいから急いで探して。じゃあ行くよ。ラムちゃんどこに帰れたら出てこないと解体しちゃうよ。いやジェノサイダー蝶の方が怖い気がする。僕らは四方へと参加した。はい、奥から調べてくるか。ここにはいないと。はい、ドヒャーちょっとあからさますぎない。今変な叫び声明らかにセルスだったね。えぐすぎるだろ。本当にドヒャーって叫びもしないだろ。上の北海から3階から聞こえたぞ。僕は急いで3階と駆け上がった。皆さん、三谷さん、こちらでは今起きつけみんながセレスさんの元に集まっていた。セレスさん、どうしたの。なんだお前にしてはやけに大御所の叫び声だったな。見つけたんです、例のコスプレ不審者。私は叫び声だったら逃げてきましたが、階段を背にした私に対して左側の廊下の奥へ曲がっていきました。あっちの廊下で奥だ。あ、は、もう今度は何なの。いはきちゃんな、あれは、うわ、本当だったんだ。もうって、今そんな場合じゃん。え、や、山田くん、な、何下の階から来ました。ということは今の悲鳴は保健室に山田くんの。まずいよ、急いで戻ろう。なんだ、新車の捕獲はどうするか。せっかく追い詰めたんだぞ、うん、でしたら二手に分かれましょうか。決まりだ。俺は捕獲の方に回るぞ。そこの、その方が面白そうだ。それでは、では苗木くんと浅木さんは私と共に保健室へ。深川さんと戸上くんと大神さんは新車の捕獲をお願いしますわ。ならばこちらは任せとけ。山田の方を頼んだぞ。うん、そっちも気をつけてね。言い悪い言いなや。僕らは二手に分かれ、僕とゼレスさんと浅木さんは一回目で、いや山田くん無事でいてくれ。もっと保健室だよ、急ごう。山田くん無事でいてくれ。そして保健室に飛び込んだ僕らを待ち受けていたのは真っ赤な世界。ああ、山田くん。辺り一面が真っ赤に染まり、その中の中心には山田くん。うわ、どうやら何なんですの。大変なことになってしまったようですわね。まさか予期していませんでしたわ。あの山田くんが殺されてしまうなんて。殺された、嘘だよね、そんな殺されてたなんて。まさか。うわー、マジか。じゃあ山田くんは死んでるってこと。思う今のって死体発見アナウンスですわね。死体発見アナウンス。僕らの中で3人殺人が起こり、その死体が3人以上に発見され、うわー、今の状況ドンピシャじゃん。そのアナウンスが流れたってことは、うん、つまり山田くんは私たちの
誰かに殺されてしまったということですよね。僕たちの誰かに。それとあれを見てください。そう言ってセレスさんが指さした先には例のものが落ちていた。例の前の2件の襲撃現場に落ちている例のものが、ジャスティスハンマー、また木槌、またハンマーだ。ジャスティスハンマー3個、しかも前の1つより大きくなってる。思った通りですが、こんなのまで投げられたら捨てたまりもありません。じゃあ犯人はやっぱり間違いないでしょう。例の不審者、山田くんが命名した名で呼べばジャスティスロボでした。あの衣装で姿を隠した誰かが山田くんを殺したんです。でも待ってよ、あいつ3階で目撃されたばっかだよね。廊下の奥に逃げてくるさ、それをどうして、保健室に瞬間移動でもしたっていうの。よろしいですか。それを考えるのは後です。まずは他の皆さんにこの件を伝えませんと。そうだね。それでは、では行くとしましょう。うん、浅野さん、しっかりしてください。え、浅野さん、大丈夫？ごめん、ちょっと動きそうにねえかも。気分が、うん、ごめんりましたね。ここに浅野さんを残したわけにもいかせんし、だったら僕はみんなに連れてくるよ。だからセレスさんは浅野さんと一緒にのここに残って、うん、そうですか、わかりました。ではお願いいたします。うん、任せて。なんて威勢のいいことを言っておきつつ、僕もさっきから震えが止まらないに、いやでも怖いよ。よし、みんなはこの3階で不審者を追ったはずだ。その不審者の行き先は、例のコスプレ不審者、左側の廊下の奥、逃げていってか、きっと廊下の奥の方まで、廊下の一番奥で、ここで今回はここでね、終わりにしたいと思いますね。ちょ、いいとこなんだけどね。ではもしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。では失礼します。